こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ダホス、これはいいスタートを切りました。フレンチデプティ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくダホス行きました。続いて前へ行くのはストリートトワイニング、さらには MI ブラン、6番フレンチデプティ、その後ろメッキー、後方から前に戻りましょう。なんと先頭は MI ブラン、これには場内からも歓声が上がります。内からはダンニングクリーク、並んで8番ダホス、すぐ後ろにタイムトゥマスク、その外からストリートトワイニング、その外にインバーカントリー、フレンチデプティ、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はストップザドラマ、2番手は MI ブラン、絶好の手応えです。ランニングクリーク、3番手さあ MI ブラン、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わって MI ブラン、 MI ブラン先頭、あと 200m、 先頭はジェントルメン、 MI ブラン必死に追いすがります。ジェントルメン先頭、2番手は MI ブラン、ジェントルメンゴールイン、ジェントルメン1着、2着は微妙です。勝ったのはジェントルメン、見事な勝利です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、オーエーコスモス前に行きそうです。サードノワール、それに続いています。さらには橋の太夫、8番アブクマポーロ、その後ろ森ユープリンス、後方に控えました。では前の方からドルフィンボーイ、先手を取りました。そして大きく離れてオーエーコスモス、この位置です。黄色の帽子、サードノワール、その後ろ、この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはドルフィンボーイ、大きく離れました。オーエーコスモス、黄色の帽子、サードノワール、その後ろ好位置をキープしています。アブクマポーロ、そして大きく離れて橋の太夫、この位置です。走る将軍、すぐ後ろ、その隣に衛星シルバー、大きく離れました。ウォーターメンバー、そしてやや離れてアメージングレイス、その隣にオーディン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ12番ドルフィンボーイ、オーエーコスモス、先頭に襲いかかってきました。大外から黄色の帽子、アブクマポーロ、伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ先頭はドルフィンボーイ、さあいよいよ直線の攻防、先頭変わってアブクマポーロ、アブクマポーロ先頭、2番手はサードノワール、残り 200m、 アブクマポーロ先頭だ。アブクマポーロ先頭、サードノワール迫る、やはり強いアブクマポーロ、アブクマポーロ1着、アブクマポーロ1着、2着にはどうやらサードノワール、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはアブクマポーロ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはビワハイジ、あと 200m、 一気に後続がやってきた。後続は大きく離れた。2番手はコンサートサークル、ビワハイジ今ゴールイン、段違いの強さです。ビワハイジ1着、2着はコンサートサークル、これは桁外れの強さだ。ビワハイジ、
阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。コンサートサマンサ前に行きそうです。これに続くのがボディーガード、好位置をキープしています。進行ラブリー、オレンジの帽子、 AP グランプリ、その後ろ、その外に当選エナジー、その外からマリーゴッド、内からは東洋リファール、その外からオートリアロー、その外にオリーブスタイル、緑の帽子、ビコーペガサス、その後ろ、すぐ後ろにミルフォードプレス、並んで2番プレストシンボリ、その外にワイドバトル、日本ピロプリンス、そのうちに続いています。さあ先頭は当選エナジー、レーシンサンサン、ほとんど差がありません。東洋リファール3番手、進行ラブリーいい位置。果たして先頭を捉えるか。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭はボディーガード、ボディーガード先頭、あと 200m、 ボディーガード先頭だ。残り 100m、 ボディーガード先頭、進行ラブリー、進行ラブリー、もう一伸び、進行ラブリー、ゴールイン、進行ラブリー1着、2着にはどうやらビコーペガサス、これが G1 馬の実力だ。進行ラブリー。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠の桜千歳王、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはマイオジョンヌ、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがマイオジョンヌ、これに続いてスターバレリーナ、その外から前のトップガン、内からはジェニュイン、その外からマーベラスクラウン、内からはフィシアマゾン、マチカネタンホイザー、そのうちに続いています。その外にステージチャンプ、桜キャンドル、そのうちに続いています。成田ブライアン後ろからになりました。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは桜栄光王、すぐ後ろにウィルビーコスモス、その外から前のトップガン、その隣にジェニュイン、フィシアマゾン、すぐ後ろ青の帽子スターバレリーナ、その後ろすぐ隣にマーベラスクラウン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。1番人気の成田ブライアン現在先団です。
シアマゾン、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から桜栄光王、先手を取りました。前のトップガン、すぐ後ろ、その隣にジェニュイン、その横にウィルビーコスモス、好位置をキープしています。ナリタブライアン、その隣にスターバレリーナ、すぐ後ろにシアマゾン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として3番桜栄光王、前のトップガンほとんど差がありません。ジェニュイン3番手、ナリタブライアンいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は前のトップガン、ナリタブライアン2番手。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭に立ったナリタブライアン、ナリタブライアン先頭、2番手は前のトップガン、ナリタブライアン粘る、2番手はシアマゾン、先頭はナリタブライアン1着でゴールイン、ナリタブライアン1着、2着はシアマゾン。今年最後の G1 もこの馬でした。宝塚記念に続いて春秋グランプリ制覇、ナリタブライアン